皆さん、こんにちは。潜在式タロットリーディングの運勢ももよです。いつもご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録もいつも励みになっております。今日は5月6日から12日までの1週間の週間リーディングを始めていきたいと思います。それではいつもの通り、A、B、C のカードを選びください。これからカードをオープンしていきます。A、 BC 直感で選んでくださいでは A の3のカードを選んだ方リーディングを始めていきたいと思いますまずは現状ですね2枚出ましたオープンカップの2逆ペンタクルのエース 生地で出ました。A さん現状は何かこうパートナーシップが結ばれそうな感じですね。恋人同士ビジネスパートナーとか何かそんな新しい兆しが出てきたんじゃないでしょうか。そしてペンタクルのエースなので仕事の方かな。ね、新しい仕事が入ってきたんじゃないかな。オファーを受けたとか。 そういった状況にあるかもしれません。今ね。では、A さんの1週間出していきたいと思います。7枚ね。1。はい、出ました。では、めくっていきます。ラバーズのカード。 ペンタクルの8。ワンドのナイト。いいですね。ソードの8逆。カップの4。ザ・マジシャン逆。ワンドの3が逆です。はい。いい感じの1週間ですよね。まず月曜日ですね。 あの、現状で、このカップの2の逆が出てるので、そう、月曜日にこれっていう人と巡り会えたり、もしくは以前から知ってる人といい関係になったり、お付き合いが始まったり、あとはビジネスパートナー、新しい仕事が入ってきたり、すごく月曜日からいいですね。まあ、6日はまだお休みの方もいらっしゃるかもしれませんけれども。はい。そして、 ペンタクルの8。火曜日はコツ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 作り続けるっていう風にあの出ています。今までコツ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 続けてきたことを火曜日もやり続けるっていうような、そんなカードになっていますね。うん。またあの7日から仕事に戻るっていう方も多いんではないでしょうか。そして水曜日。水曜日は ワンドのナイトなので、これから出発するっていう方もいらっしゃるかもしれません。まあ、今までね、例えばゴールデンウィークでお休みだった方は、よっしゃっていう風に、あの、気合を入れて、また仕事に戻るとかね。うん。そういう感じが出てますね。やる気になって、やる気でみなぎってる感じが伝わってきます。そして木曜日、ソードの8の逆は、 これこのままだと自分が作った檻の中から出られないというカードなんですけど逆で出てるのでそこの檻の中から出ることができるよって言われています束縛からの解放ですね A さん今まで檻の中にいませんでしたか時間の束縛とか、まあ、お金の束縛とか色々いろいろあったかと思うんですけどいよいよ木曜日その呪縛から解放されます そして金曜日ですね。カップの4、うん。これはマンネリカードと言われるんですけれども3つ並べているカップを見つめて差し出されたカップを見ていないっていうカードなんですね。何か金曜日はちょっと今まで続けてきたことがマンネリに感じるのかもしれないですね。うん。その日常にこうありきたりさを感じて何か刺激的なことはないかなって思うんだけど 身近に刺激的なことは待ってるんですよその待ってるんだけどそれを見ようとしない A さんうん、もっと周りに目を向けてくださいっていう風うに言われていますそして土曜日がマジシャンの逆ですねこのマジシャンはダイアルカナで一番のカードなんですねマジックを使ってあなたの人生を切り開くことができるというカードなんですよ 逆なので、間もなくその始まる時期が来ていますよっていうふうに教えてくれています。何が始まるんだろう。そして、ワンドの3も逆位置で出てるんですよね。これマジシャンと隣り合わせっていうのが、やっぱりなるほどなって思って、新しいことが始まる、その方向性が見えてきたっていうカードなんですよ。間もなく始まる、 序章、プロローグですね。小説とかで言うとプロローグに入ってます。A さん。この始まることをちょっと聞いてみたいと思いますね。マジシャンとワンドのさん。始まることの補足。ルノルマンカードでもらっていきたいと思います。オープンおなるほど、なるほど。熊、山、月。 カリスマ的なことまあ上司とかね、うん、取引先とかそういったの大きな力とそして山が出てるので何かの越えなきゃいけないハードルそれは険しい山かもしれないんですけれどもそれを乗り越えることが好きのカードが出てるのでこの山を乗り越えることができるよっていうふうに言われています。 ま、人生を乗り越えられない壁ミッションはやってこない乗り越えられるからやってくるっていうふうに言われてますよねはいそんな感じで今週何か A さんにやってきたプロジェクトとかまあい問題と感じるようなことであってもそれは乗り越えることができるんですよって言われています大きな山って感じですね はい、ではオラクルもらっていきたいと思います A さんの今週の6日から12日のカードエンジェルさんももらっていきましょう6日から12日オープンチックタック TikTok ですねそしてリメインポジティブのカードが出ていますうんこの1週間はすごく時間を有効に使ってほしいんですねはい時は金なりっていう言葉があるように本当に時間はお金で買えない大事なものっていうふうに言われていますこの1週間は誰と何をして過ごすかっていうことを よくよく考えて過ごしていただきたいと思います。そして、リメインポジティブ。あくまでもポジティブに。今週は、ちょっと落ち込みそうな時だったり、えって驚くことがあるかもしれないんですけど、ちょっとポジティブに変換していけたら、 っっってててしいなって思っていな思ます、まあ、すぐにポジティブに変換するのは無理なんですけどちょっとこう上の方から物事を俯瞰してみる俯瞰してみることによってあそういう見方もあるかっていうふうにそして最後に選ばれたカードが3のカード息子ですね。はい、A さん このカードを選ばれた方本当に息子さんがいらっしゃる方は、息子さんの言葉に耳を傾けてほしいって言われています。子供の声は神の声っていう風うに言われてるように、子供の口を通して天からの教えを授かってる、そんな時もありますよね。お子さんがいらっしゃらない方は、子供のように可愛がってる、例えばおいっ子さんとかめっ子さんとか、うん、もしくは、 自分が作ってるもの、手作りのハンドメイドのものだったり、まあこういった動画編集だったり、自分が手塩にかけて育てているもの、そちらを集中して作っていただきたいって思います。はい。ということで、A さんのリーディング以上になります。素敵な一週間をお過ごしください。ご視聴いただきありがとうございました。それではこちらのラブライフを選びいただいた方ー B さん、リーディングを始めていきたいと思います。 まずは現状ですねオープンソードの9ザ・エンペラーが出てます強い B さん現状で ソードの9が出てる。何かお疲れだったことがあるんではないでしょうか。ちょうどゴールデンウィーク終わりぐらいの時期が今週始まりなので、ゴールデンウィーク疲れたよーっていう方もいらっしゃるかもしれないですね。例えば、義理の実家に帰省して、義理のお母さんに気を使ったりね。もうゴールデンウィーク中は休みもなく仕事だったっていう方もお疲れモードなんではないでしょうか。そしてエンペラーですよ。 このエンペラーは、組織のリーダーだったり、まあ社長、そういう上の役割を与えられている。もしくは、そういう方が周りにいる。ね、結構、圧が強い感じですね。<laughs> <laughs> では、B さんの一週間見ていきたいと思います。はい。では、めくっていきます。 ソードの2。ソードのページ。ワンドの7逆。ザスター逆。ジャスティス。ペンタクルの3逆。そして、力のカード逆ですね。うーん。大あアルかな ?3 つ出てます。うん。結構 こう激しい感じですね。はい。一週間。まず月曜日ですね。ソードの2が出てますので、何か A か B か決断するっていうのを促されているのかもしれません。何か選ぶことありますかねえ。ちょうど月曜日、選択が迫られる。そういう時期ですね。そしてソードのページ。このカードは、 見張り役とも言われていて何かこっちに来るんじゃないかっていうね敵が攻めてこないように見張っているんですよだからこの時期 B さんはちょっとこう身構えてる神経質に過敏になっているんじゃないかなって思いますそして水曜日 あこちらも構えてますね。ワンドの7。えー、敵がね、攻めてこないように守っているっていう、まさしくそういうカードなんですけど、逆で出てるので、だんだん抜けていくかなって思います。火曜日に見張り版が出てて、そして水曜日、だんだんそれが抜けていくのかなって思います。そして、星のカード、逆位置で出てますけれども、何かこの時期に 叶えたいこと、思っていたこと、やりたかったことが形になっていくんですね。それの兆しが見えてくるっていうふうに言われています。いいですね。そして、金曜日、ジャスティスのカードが出てるんですけど、びっくりですね。上下で同じような意味が出てるんです。ソードの2と、ジャスティス、これ、同じ A か B か、審判はどっちっていう感じなんですよ。 なので、まだその選択することが続いているのかなって思います。金曜日にまで持ち越しているのかなって。で、この一週間は B さんにとって何か決めなきゃいけないっていう選択に迫られる時期なんですね。そして、土曜日、はペンタクルの3が逆。間もなく共同創造に入ります。チームで何かをやる。チームワークですね。はい。 3人以上のチームで一つの物事を作り上げていくっていうような、そんなカードになっています。最後、日曜日は力のカードが逆ですね。これはライオンを手なずける女性なんですけれども、逆で出てるので、B さんがどなたかに手なずけられるっていう風に出ています。日曜日は、 誰か、ちょっと圧力の強い人に手なずけられているんではないでしょうか。まあ、でもそういう時もあっていいですからね。タロットでいうハングドマンみたいに、委ねている、身を、あの、その人に委ねているっていう、そんな風に出ています。では、ソードの二とジャスティスが念を押してるんですよ。この決めなきゃいけないこと、A か B かの選択、何なのかっていうところを補足いただいていきたいと思います。 ソードの2ジャスティスの補足をください。オープンはー、なるほど。庭園女性。道ですね。この女性に関することで、えっと庭はコミュニティサークル集まりなんですよ。 その女性の集まりの中でそこに入るかどうか、例えば異業種交流会とかね、〇〇の会とか、趣味の会とか、習い事とか、それに入るかどうか、そこに行くかどうかっていうのをすごく B さん悩んでらっしゃる。そんな感じがしますね。それを決めるべき一週間になりそうです。では、 オラクルいただいていきましょう。エンジェルさんもオープン。ハッピーハッピーいいカード出ました。If you believe。はい B さん、この一週間ハッピーハッピーハッピーなことが立て続けに起きるっていうふうに言われています。そしてこちら If you believe。もしあなたが信じるなら。 もしあなたが信じるなら何なんでしょうかちょっと補足もらっていきましょう。もう一枚。オープン !unlikely。多分違うでしょう。そして within the next few months。何か今のタイミングではなく2、3ヶ月以内にその事柄が 起きるっていうふうに言われています。もしあなたが信じるならば、今の時期ではなく、2、3ヶ月以内にそれがやってきますっていうふうに言われています。ピンときた方、受け取っていただきたいと思います。そして最後、選ばれました B のカードは、めっちゃいいですね。ラブライフ。はい。この1週間、B さんにとって、恋愛関係、まあ、夫婦だったり、恋人だったり、 まだ来てない方恋が始まる兆しがあったり恋愛関係夫婦関係良好でいけるでしょうというふうに言われていますいいですね素敵な一週間をお過ごしください以上で B さんのリーディングを終わりますご視聴いただきありがとうございましたではこちら C のカードエモーショナルヒーリング選んでいただいた方リーディングを始めていきます まず現状ですね。オープン。月のカード。ワンドのキングです。強い。うん。なんかヒーリングのカードがね。あの選んでいただいてるから、この月が出てるのかなって思って。C. さん現状何か。 もやもやしていること、はっきりしないこと、先行きが不安なことがあるのかもしれませんね。そういうカードで月が出ています。そして5月8日が大し座新月。もうこの新月に何かメッセージがやってくるかも。そういったカードとも取れますね。そしてワンドのキング。 ワンドのキングはめっちゃカリスマ的でリーダーで頼りにされる存在なんですよ。新しいビジネスがシさんのところに飛び込んできてるのかもしれません。いいですね。では、シさんの一週間見ていきたいと思います。 はい。ではめくっていきます。ペンタクルのページ逆。ザ・ハイロ・エレファント、教皇様ですね。逆。ザ・デビル、悪魔のカード出ました。ソードのナイト。吊るされた男。ザ・ハングドマン逆。 カップのクイーン逆。そして、女帝ですね。ザ・エンプレス逆で出ています。ダイアルカナが1、2、3、4枚出てますね。強い。C さん、今週1週間は結構内容の濃い、濃密な1週間となりそうですよ。まず月曜日ですね。ペンタクルのページ逆で出てるので、 何か新しいことが始まって、それが収入に結びつくよって言われています。そう。もうすぐ何かがやってきますね。もうその兆候があるかもしれませんよ。話だけでもやってきたとかね。うん。夏にこれこれやってくれないっていう先のことなんだけど、オファーがあったとか。うん。そういうことを言われていますね。そしてザ・教皇のカード、ハイロエレファント。C さん何か今、 すごくこう夢中になっていることや親身になって話を聞いてくれる人が近くにいるかもしれませんけれども優しい言葉に要注意というふうに言われていますこれは C さんのマインドをコントロールしようとしているそういう感じのカードですねそしてザ・デビル悪魔のカードが出てるんですよこれも夢中に何かやって え周りが見えなくなっている。はい。それが何かこの教皇様の逆のカードとリンクしてるんですね。うん。この火曜日、水曜日あたりは誰かの甘い言葉にそういう誘惑に注意してくださいっていう風に出ています。これはもう本当ストレートに言われてる感じ。そして木曜日ですね。ソードのナイトなのでビュン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 加速していきます。 はい、ここからは早いですね。ビュン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 加速していく感じ。急展開ということもあるかもしれませんね。そして金曜日、吊るされた男が逆で出てるので、何か今まで、こう、相手のペースに合わせてたとか、身を委ねていた方もいらっしゃるかもしれません。受け身だった方。ここから金曜日からはですね、ちょっとそこから抜けていって、自分で能動的に、 動いていく時期に来ていますね。そしてカップのクイーン逆土曜日はちょっとねっとりした方、めめしいような方に要注意って言われています。今週なんか要注意が多いですけれども。はい。身近にいる方でねっとりした方とか、はい。いらっしゃってた、ちょっと要注意ですね。そして女帝のカード。はい。こちらも逆で出てるので、日曜日はちょっとわがままな お金目っての女性に要注意ということではい週の前半は甘い言葉誘惑に要注意ですし土日はですね女性共に同じ人なのかどうかわからないですけどねっとり系の女性とそしてわがまま系の女性に気をつけていただきたいと思いますこのじゃあマインドコントロール的なところを聞いてみましょうかねえ どんなこと、どんな人なのか、補足いただきます。オープン。怒り、犬、本ですね。それは、学びを通した仲間ですね。はい。学びを通した仲間内で、そういったことがあるかもしれません、ね、だから、教室、習い事のサークルの中の、 一人に気をつけていただきたいと思いますではオラクルエンジェルさんも一枚いただいていきましょうオープン,ホワイン そしてイエス <laughs> すごく対照的なカードが出ましたけどちょっと見ていきましょう。はい、これは2枚でねペアで見てもらうと分かりやすいですね。違和感をですねさっきのそのマインドコントロール的な人が寄り付いてきて「んなんか違う」っていう風な違和感を感じることがあったとしたらそれは「イエス」。 そうなんですよ。その違和感をちゃんと受け取ってくださいっていうふうに言われています。うーんなるほど。そして最後にお選びいただいた方、このカード、C さんのこのカード、エモーショナルヒーリング。この一週間は自分を癒すことを第一としてください。自分を 癒す浄化することでさっき言われたさっき申し上げたマインドをコントロールしてくる人を寄せつけないようなそんな力が湧いてくるのでこの1週間は自分自身を癒すことそれに集中していただきたいと思います。 素敵な一週間をお過ごしください。以上で C さんのリーディングを終わります。ご視聴いただきありがとうございました。少しでも当てはまっていると思う方は、高評価、チャンネル登録もお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。